東札幌駅は、かつて、北海道札幌市白石区東札幌の日本、国有鉄道千歳線上に存在した、鉄道駅である。1926年、北海道鉄道が、札幌線として沼の橋苗母間を開業させた際、苗母駅の手前に設置されたのが当駅である。なお、先行して、白石上山景観の路線を1918年に、 開業させていた定山系鉄道線も同時に隣接して駅を設置している。北海道鉄道では定山系鉄道との接続を考慮して線路を付設したため東札幌駅前後に S 字状の急カーブを生じることとなった。なお、定山系鉄道では1931年に北海道鉄道の東札幌内部間を直流電化し、 直通乗り入れを開始、内房運転上の拠点とするようになったことから、白石東札幌間で運転されていた旅客列車の本数を削減するようになり、結局、1945年に不要不急線として廃止された。上山系鉄道線そのものも、1957年から自社製機動車で札幌駅までの乗り入れを果たすようになったが、不採算やバスとの競合、さらに、 札幌市営地下鉄の施設計画もあり、1969年に全線廃止されている。その後、室蘭本線、千歳線が函館本線に代わりおしゃまんべ札幌間のメインルートとなったことや、札幌都市圏の拡大に伴い、千歳線の複線化が計画される。それに際し、南号2の開かずの踏切や、前述した S 字状の急カーブ、 そして大谷地北広島間の最大15点にパーミルに及ぶ勾配区間を解消することと、さらに1960年代に持ち上がった新札幌副都心計画の絡みもあり、1973年、苗坊北広島間のルートが現行の新札幌経由へ変更された。これに伴い、0線の月寒北広島間、苗坊東札幌間は廃止となり、 月サム東札幌駅間は1968年に新設された東札幌白石間の線路とともに函館本線へ編入され貨物線となった。この時、東札幌の旅客扱いは廃止され、当時の駅前にバス停があった札幌市営バスの内部駅前や白石駅前との間の路線が代替バスとされた。なお、貨物駅下後も出札窓口が設けられ、 末期に至るまで、乗車券などの販売を行っていたと言われている。1986年11月1日、国鉄ダイヤ改正に伴い、業務を1968年設置の札幌貨物ターミナル駅に関するなどして廃止された。1976年、千歳線休線廃止後に、函館本線の貨物駅となった東札幌駅、周囲約 1.75km 範囲。 右上に、函館本線。右上の上へ向かうのが、札幌方面への連絡線で、元々の千歳線9線。右上の中は、昭和30年代後半に設けられた、北連倉庫とその北側に位置する共同石油、ゼネラル石油、井出光高山の石油基地への専用線。右上の下は、貨物駅となるに先立って、 貨物支線として設けられた白石方面への連絡線。二つの連絡線のうち札幌方面は昭和48年の切り替えに伴い使われなくなった。下側は南東にある月寒駅へカーブして向かう貨物線としてまだ使用されている急線。このカーブの手前と途中の右側に踏切を挟んで石炭に下ろし線が2カ所、カーブの先に富士セメント専用線がある。 写真左下近くに、水色屋根の駅舎と、駅前広場がまだ残っているが、ホームは判別できないほど荒れて放置されている。駅舎横の旧貨物ホームの北側に、灰色屋根の小口貨物ホームと広い緑屋根の農産品ターミナル、さらにその北に、シェル石油、モービル石油の石油基地と専用線がある。港内は創車線群が拡大され、駅裏北側に、 一般車扱いホーム6面と小口混載ホーム2面を持つ貨物ターミナルが設置されるなど貨物駅として整備されている。この貨物ターミナルの敷地をかつて白石駅からの定山系鉄道が右上から本線側へ斜めに縦断し駅舎のすぐ左下の城や基地にあった短めの島式ホームから直進して左下へ向かっていたが構内に 小道上に残された跡跡以外の痕跡はなくなくっている国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成開業当初は社員の社宅や機関庫などの鉄道関連施設が広がる街並みであった国有化後はこれらの施設が不要となり跡地には貨物の積み込み施設ができて商業地が広がった旅客扱い時代から 現在もある公共施設に白石警察署がある。札幌市営地下鉄東西線、東札幌駅は線路を挟んだ反対側の位置となるが、東西線開通時はすでに貨物駅であった。跡地は長らく国鉄生産事業団の保有地となっていたが、1997年に再開発のため札幌市へ譲渡された。一時はドーム球場、歌唱、 ホワイトドームの建設構想が上がり、ほぼ内定していたが、旗振り役であった、安倍文夫元北海道開発庁長官の政治汚職事件や建設資金の問題で立ち消えとなっていた。再開発用地の約半分に札幌コンベンションセンターなどが建てられ、残り半分は大型商業施設用地として計画改定するも、同用地の土壌より有害物質が見つかり、 その除去作業や商業業者誘致の難航も絡みしばらく開発が止まっていたが2008年11月に大型商業施設 EAS 札幌の完成オープンとなった。幼稚内定が決まるまで空き地となっていた場所はしばらく当時の大英東札幌店の駐車場として無舗送で利用されていた。東札幌駅から白石駅寄りに進んだところに国道12号線があり、 ここには、白石古線橋と未だに記されている。現在は、線路がないため、不自然なアップダウンとなっているが、費用をかけて撤去してもほとんど利便はないため、そのままの状態で残していると思われる。そのため古線橋の下は、バラストや煙の跡が残っており、その昔千歳線があったことを鮮明に忍ばせる場所である。廃駅後しばらくは、南号2をまたぐ形で、 レールが資電さながらに道路上に残されており、貨物列車専用と記された二度と変わることのない信号機も残されていた。末期は貨物駅として機能していた東札幌駅であるため、周囲には物流関係の倉庫などが多数あり、当然のごとく日通系の施設も多い。しかしこちらも最近はマンションなどへ建て替えられるケースが目立っている。 1969年当時、ありがとうございます。